腰痛い人は足をほぐした方がいいです。足とかお腹とか、あ、つながってるんですね、そこが。そうですね。というか腰が痛いから腰も揉んでても良くなんない。こちらも柔らかくなってるんでどうですか。いや、痛くないです全然。はい、ちょっとこの辺痛いですかね。うん、痛いです。はい。はい。肩も凝ってるので。はい。はい。こっち肩が張ってる方はこの辺痛いですよ。右の方が痛み強いですかね。はい、はい、今どっか気になりますか。いや、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今痛みどうですか。全然痛くないです。はい。足首もすごい硬いですね。あ、マジですか。いや、硬いですよ。なんで自分で硬いって思ってなかったんですか。思ってないです。こうなんかちょっとつま先上がったりするとすぐここ痛いじゃないですか。突っ張りますよね。アキレス腱とかすごい硬いですよ、これ。マジですか。まず自覚がないのが良くないですね。足裏角質できる原因の一つは、角質ができちゃう原因は一つは体の重心が偏ってるせいですから、はい、はい、動き方が決まっちゃってる、硬いっていうことが良くないんですよ。だから柔らかさを出して、いろんなこう分散させてあげられれば、この角質はできない。ですよ。はい。はい。
お腹さっきと同じぐらいで押してますけど、お腹足まっすぐ、まあ、曲げてもらっていいですか。はい、はい、両足曲げて、さっきと同じにして。どうですか、痛みは。まあ、さ、はい、痛くはあるんですけど、はい、さっきよりは、はい、あの痛そうが減ったのかなっていう感じですね。はい、ここがすごい硬いですね。おあと目が疲れてるとか。はいはい。目は疲れてると思います。さっきよりでもないんじゃないですか。まあ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 痛くはないわけではないですけど、まあさっきよりは、はい、さっきよりは、はい、はい、耐えられるぐらい。うんうん、そうですね。足はまっすぐにして大丈夫ですか。いいですよ。はい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 。寒くないですか。若干寒いですけど。若干寒いですか。まあ、大丈夫です。いいですか。あ、いいですね。よいしょ。ちょっと顔とかやってきますよ。はい、はい、お願いします。はい、うん、まあいいや。うん、はい、はい、気持ちいいですね、頭。うん、うん、気持ちいい。頭を押されるって痛いですね、結構。うん、あんな頭を押されることってなかなかないから、うん、ちょっとびっくりしてます。なんだこの感覚はっていう。痛気持ちよくないですか。いや、気持ちいいです、気持ちいいです。若干そう、まあ、痛いのはあるんですけどね。ますからね、肩が上がるような人は頭皮硬いですよ。
首の動きが良くないですね。痛って痛いです。痛いです、うん、このぐらいですか。そしたら、うん、まだ痛いですか。まあまあまあって感じです。これ気持ちいいですね。痛い。気持ちいいですか。うん。今ぐらい大丈夫ですか。大丈夫です。はい。伸びてますか。うん、してますよ。はい。